ニューストナイトのアンカーマンが独自の視点でニュースを見つめます今夜のアンカーマンは産経新聞編集員の安本俊久さんですさあ今夜は何が見えたでしょうかはい、えー、日本人来ての台湾から 旅行で設ける落とし穴が見えます。落とし穴。はい、えー。一応僕の中では夏休みもの第三弾なんですね <laughs>、えーえー。小中学生の夏休みを扱って、その後大学生の夏休みを扱いましたので、はい、今日は大人の夏休み、えー、ということで、おそらく今は盆休みですから海外旅行に行っているですね。大人も多いと思いますので、まあその海外旅行の話をしたいと思うんですね、はいえー。まあ日本にとっては人気の旅行先の一つだと思いますが、台湾がですね。 ね今年に入って日本人来てくださいという大キャンペーンを張ってるんですね、えー、なぜそういうことをするかというと、はいえー、ここ近年ですね台湾は中国からの観光客が非常に増えて 潤ってたんですね、えー、数で言うと2015年には418万人が来た<ー>、えー、台湾を訪れる外国人観光客の4割は中国人という状況だったずいぶん、ね、たくさんいらしてたんですね、はい、ところが昨年の5月にですねまあ中国と距離を置く蔡英文政権が発足するとですね、えー、中国の人たち来なくなってしまってですね、はいえー、昨年は350万人に で今年はです、ね、そそこからまた150万人減りそうだというでですね、うん、急激ですねね急激となると観光の収入が、ね、740億円ぐらい台湾全体では減ると見られているので、まあ、これじゃあ,あ観光業界がたまらんだろうということで行政院です、ね、日本で言えば内閣にあたるところが例えばホテルや観光バス業者にです、ね、緊急の融資を行ったりとかです、ね、東南アジアショックからもっとお客さん来てくださいということで観光ビザの免除をしたり。 ですね、あるいは韓国からです、ね、映画の撮影に来てもらおうということでその誘致に力を入れたりしてるんですが、はい、まあその一環としてです、ね、日本の方もっと台湾に来てくださいというキャンペーンも行っているんですねの手この手のの手うちの一つなです、ねはい、で日本人にそういう、まあ、誘いがあるのはです、ね、実は台湾にとって日本人観光客というのはない お金をよくく使ってくれる乗客なんですね、えー、1人が1日に使う,う消費額がだい2万7,000円でですね、えー、台湾を訪れる外国人の中ででは第1位なんですね<ー>で昨年も190万人が訪れていて中国について2位でしたからこのまあお得意さんにもっと来てもらって中国の減少分を補いたいというのがまあ台湾政府の狙いなんですね。でここからですね2つの点を注目したいと思うんですね。はい えー、一つはですね実は台湾中国観光客が増えると同時にですね日本人観光客が少し自利品になってたんですね理由はですねあまりに中国のお客さんが多いのでホテルとか交通機関の予約が取りにくかくったということもあるんですが<ー>もう一つはですね中国人のマナーが悪いので日本人客が敬遠した敬遠したとこういうことも 影響してるんですね日本人の好きな台湾とちょっと変わって、はい、しまったと、えー、もともと台湾はですね、まあ、古き良きい日本を感じさせる部分が例えば建物であるとか、えー、国民のマナーとかですね、うん、まあ優先座席をきちっと譲るとかですね、はい、そういうところにあったのが魅力だったんですが、えー、想像しい中国の方たちが増えてですねその美点が薄れていたので、えー、少し日本人が敬遠し始めてた、まあ、ここが一つですね。からもううつここがが重大だとと思いいますが中国のの観光客というのは中国 政府の意向一つでですね旅行客がこれほど減ってしまうあるいは上下してしまうということですね。 親中政権が台湾にある時は、まあ、観光客の蛇口を開けてといいますが、えーえー、多くの中国人が行くことを奨励するとで気に入らない政権ができるとすぐにその蛇口を閉めてしまうのがう中国だということですね実はこのお同じ目には韓国が今あっていまして、えー、韓国がサードですね高高度地域防衛ミサイル装備、えー、これの配備を決めた途端ですね中国人観光客が激減したんですよね。えー、昨年 は860万人が韓国を訪れたんですが、今年は67%も減ってるんですね。えー、3分の1になってる。あの本当に敵迷なんですね、はい。観光業界は当然悲鳴を上げているということなんですが、ここで見えるのはですね、中国の需要というのは中国政府の話一つで決まる。 まあ果てにならないものだということを認識しとかなきゃいけないなということではないかなと思うんですねそれでもお話聞いてましたら日本としても全く人事ではない気配ですよね実は日本先週のニュースで確かあったと思うんですが、えー、旅行収支が非常に黒字だというニュースをしましたね、はいえー、7903億円の黒字を今年の上半期で出している、えー、当然中国、えー、外国人旅行客は増えてるわけですが1375万人いて非常に多く 大きな数字になっているんですがこの中身をよく日本としては把握しておかないといけないと思いますね、えー、一言で言うと中国依存を高めない努力をしておかないとひどい目に遭うということだと思うんですね、はい、で実はそうした努力はすでにですね日本のホテル業界というのはやってるんですね例えばアパホテルグループなんですが、うん、ここはですね予約受付の段階でですね 一つの国からの予約が10%を超えないように今調整をしてるんですね。 こここれはのここの会長さんの本がですねえ中国の人たちにとってけしからん内容だということでえまあ不買運動というか利用しない運動にどっとさらされたもんですからえ一つの国特に中国に頼った経営をしていると危ないなということを認識してこういう措置をとっているんですね。でここだけが実は特別な例ではなくて例えば大阪ではリーガルイアルホテルとかえ京都ではホテルグランビア京都もですね 全体の比率を3割に今抑えてるんですねここの場合はまあ中国の問題だけではなくてですね、はい、新型インフルエンザなどの影響で今までに急なキャンセルが外国から相次いだことがあったのでそのリスク回避をするために3割。 抑えましょうというこういう経営方針を取っておられるんですねからもう一つ言っておきましょう東横イングループですがここはですね会員登録した日本人向けの部屋をですね一定数確保して海外リスクを軽減させるまあ,あ努力をしてるんですねで面白いのはこの東横インもう一つこういうこともやられてるんですね、えー、海,海外特に中国ですが、はい、中国からの団体客の 朝食の時間というのはこの時間ですよということを宿泊客に伝えてるんですね。つまりこの時間に来ると混乱、えー、混雑もしてるし同時に マナー違反で不快な思いをすることがあるかもしれないのでやめた方がいいんではないですかとまあこういうこともされてるんですね文化の違いなんかでねちょっと愛れない時ってありますもんね、はい、ですからまあこれも含めてですね目先の中国需要に踊らされないということを日本のホテル業界ではすでにやり始めているまあそれを分だけですね、えー、賢くなった業界になろうとしているということだと思いますのでまあこの動きはホテル業界のみならず他の業界にも広がった方が僕はいいのではないかなと。 で最後にですね今日は中国の方の悪口を言いましたんでマナーに関しては日本人もどっこいどっこいだという話もしておきましょうね。はいえー、台湾に45年前に行った時にですねそこのホテルの支配人がこういうことを言っておられました。えー、朝ののバイキングの場に行くと 誰が中国人で、誰が日本人かって、すぐわかります。どうやって見分けて。ええー、中国の方は、えー、見知らぬ食材があると、指でつ、つとついてしまうらしいんですですから、非常に不潔だというので、まあ、あがられているんですが。という話をされた後、<laughs> 日本人はそんなことしないですよねと、僕が言ったら、こうおっしゃいました。日本の方は指でつつくことをしないんですが、知らない食材を見ると。 匂いいを嗅がれるんですす、ね、よよくやってしまいますよね,いうねこれも外国の人から見るとあまり、えー、みっともよいことではない清潔感があるようなことではないので、はいえー、やめられた方がいいですねということをじんわりと言われたことがありますので。ま何がね、誰にとってですから国内ではね許されてることも海外では許されないことがあるということもあまあ日本人はかなり国際化してますけどもまだそういうこと残ってるところはありますので 注意した方がいいのかもしれないなと、まあこの夏休みはぜひそのあたりを注意して海外に行っていただきたいなと思います。アンカーマンの目でした。